何ドラゴンボールの新作のゲームが出るだと、これは買うしかないな。言ってそうですよ、独り言でちょっとアニメキャラっぽくこう何とか言ってそうやん。てつや選択するんだ。しないでしょ、そんなしたことないでしょ。歯磨きます。てつや歯磨く。てつや歯磨くことないでしょ。磨かないか。いや、これやばいな。辛い辛い、くせえ。くそー。ミラ食ったら磨くでしょ。ミラ食っても磨かないよ、てつやは。言うな、でも、そういうのいいな、ちょっと会話優位に立てるポジに嫌がる。意外と王様ポジ、うん、あれ、じゃああれにしよう、あれ一番東海王じゃなかったやつだったでしょ。嘘やん。いやいやいや、もう得意すぎだって。もう中学生やで。まあそうだね、うん、まあ Z だからか。 Z だから超えないといないからね、こっちはバディが、うん、もらってきて、ダンボール薬局で。ああ編集どう、進んでる？終わんねえ。お前たちの好きなものを買ってきたぞ、食べるんだ。何？東海は Z たるもの、東海はが好きなものを食べなきゃいけない。そこもなの。私、哲也、はい、ビーフシュ。じゃあ次、普通に食いたいもん買ってきたでしょ。じゃあ次、としみつ、ごへんもち。ありがとう。としみつ嬉しいわ。としみつの食がいい。りょう、お、カツ丼。え、一番当たりちゃう。ええって、カツ丼いいね。嬉しい。ザクンそば、そば、ザクンそば、夢丸、パクチー。なんで？ほんま？ほんま？それは知らん、俺も。で、あの体？お前はうるい。で、しばゆう、梅干し。そこでもボケんな、あの人。ボケない。ボケてんのかもわからん。青春が丘としみつライブする？あの曲作るで。曲を作る。作る。明日。明日。メロディーと歌詞のイメージができました。すごいな、すごい。まあ、徹夜 Z なんで歌作れる。昨日言ったばっかやのに。サビのフレーズが昨夜増えてきた。秋元康 Z やん、もう。秋元康 Z やん、もう。今の発言。で、今日夜までに完成させます。怖くなってきた。うん、誰やリサイタル Z をやるのは。この動画ほとんど出てへんねん。芝居 Z が出てくるぞ。ここで復活、今度復活。この動画が終わった時に、はい、東海オンエアっぽくなかったメンバー脱退です。おい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 。次ありきじゃねえか、このルール。だからゴチとでしょ。ゴチとでしょ。GT ありきでやんけ、このルール。今日のご飯です。あ、大好物。そう、しばゆうの大好物。減塩だ。ついよ、うつ。あ、すっぱ。好きじゃねえだろ、これ。脱退の危機。そう、全部が脱退の危機と隣り合わせでいくんで。今日の動画もコメント欄に編集と。編集とだったら編集とだからね。怖いね。前あの夢丸2があったんで、連続と2もあるよ。もう死が帰る、俺。あり得るんや、うん、あるんやね。大食いにもあるわけでしょ。大食いにもある。あるある。嫌だなそれは。もあ、上がってます、上がってます。 あ、今投稿来た。あ、来ます。ちょっと待って。選択肢は食べてなくしちゃえ。大食いじゃないか。値段順に並べれるまで買え待て。うわ、おい、食ってんなー。多いって。これ前回の、木下ゆうかさんが動画で上げた食べ物と同じものを食べなきゃいけない生活の、まあ一応第2弾なんですけど、熱が違います、本当に。木下ゆうかの時と一緒やねん、もう。嘘でしょ。ふざけんなよ。なんでこんな食うの。マジか。でも絶対そろそろあれが欲しかったよね、その検証とか。確かに。ハードなやつがね。ある今まで東海部2連続で大食い。ないよね。うわ、清水出てる。ああ、虫いない。うわ、虫いない。うわ、虫いない。量が面白い。食ってないし。食ってないし。今日もめっちゃネタしてる。ほんまよ。もらってきて、段ボール。薬局で。うわ、これでかいな、編集。編集誰なんだ。頼む。編集量。編集量。なんで？
そう、眉はずっとオフだろ。あの、ショート動画の編集が一応。まあまあまあ、でもまあね、本ちゃんと比べればね。まあ本場ですよ。全然。12分ですね。おー、削ったね。4時間半ぐらいの撮影を12分に。すごいわ。削りました。もう俺死ぬかと思った。なんか何してんだろうって。いいニラの人。うわー一回さ、夢丸にさ、ちょっと注意せえへん。夢丸はあんなにボケない。おい、ほんとそうよ。やめろ。いや、やめろ。また陸上しようね。まあ、今日たまたまね、本当にラッキーなことに、うん、休日だった、ね、比較的、としみつ Z 以外が、うん、そうね。ほぼフリーだったので、うん、楽曲ですね。私、徹夜 Z、制作いたしました。よいしょ。素晴らしい。すごいな。言った直後からサビは降ってきた。やすし Z だ。やすし Z がさ、その、峯岸みなみ Z とくっつくのは、いよいよややこしい。ほんまに。アウトでしょ。やすし Z と峯岸みなみ Z が結婚したら。もともと接触は今年見て作ろうと思ったんですけど、うん、リサイタルズでいいんじゃないかという。ロック調でありながらも、青春画家、としみつ。そうそう。あの感じを出してほしいという依頼をしましたけども。はい、依頼通りに作らせていただきました。すごいなぁ。そうなんですよ。で、ちょうど、明日、スバユー Z が、はい。いけるんだよね。はい、うん、明日、岡崎で PV 撮影です。嘘だからレコーディングもどっかでしないといけない。すごいって。で怖い、怖い、もうなんか、死が帰ろうかな今15万ぐらいじゃない？まあその今回のその昼の食事とかまあなんだかんだその風呂とかなんとかやってるとそうだね、まあまだでも15万ぐらいはそんな使いたくないよねこの動画。うん、そうやな。言ってしまうとこっから先すごいのが来るって考えたらここでそのいくらまでに抑えるかっていうの決めといた方がいいんじゃない。じゃあちょっと僕らいなくなりますか。これまず熱っ。マジでいらねえ。もう嬉しい。いや、嬉しいよな。香水なんいや、その、決めてるやん。いや、そんなんないって。そういう好きなんだ。トリップやん。シバユじゃないんかい。確かに。その格好で。しかないのに。死ぬほど自信あります。見つかれば売れるもんね、絶対。見つかれば売れるんじゃないかな。おお、うん。はい、デザイン昨日考えてくれた、はい、いやすごいね。こだわりとかあるんですか。マジですごい、うん、あれストロングで下で日本語でローマ字で憧れって書いてあるんですよ、うん、強い憧れって意味なんですよ、うん、ちょっと崩して読んだら捨てる憧れなんですよ。捨てろ憧れという意味で、うん、ちゃんとして両方のダブルミーニングでここまで言ってんのかよ。アパレルしたかったんだろ。もともとあれなんとネットショップストロング憧れが開設しました。もうできまして。できました。虫さんが作ってくれたの。虫の仕事えげつねえて。おぉ、ほんとだ。すごいすごいって。これ概要欄から買えるんですよ、皆さんも。これもう公開されるんです。買えますね。すごっ。ポップアップのあのストロング憧れと、リサイタルズ Z の、 あの曲も、iTunes から買えますよ。嘘すごいすぎる。嘘嘘すごいすぎる。嘘すごすぎる。いけますよ。こんな動画になるのこれ。東海村を超越した存在を作りたいんだよ、俺。俺らは東海村じゃなくて、東海村 Z。東海村 Z って言ってたから、それぐらいいかないと。2日目にしてここまで。2日目でここまで来た。T シャツと曲ができたの。リサイタル Z でね、曲名 YouTuber ってことで。本当 ?YouTuber。まあまあ YouTuber なんで。そうそう、嘘はない。シンプル。いける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 、大丈夫。リサイタル Z で iTunes 上げちゃうと間違える方もいるんで、iTunes の方は一応三の物語名義になるんですけど。音してんな。まあだってカラオケにも入っちゃいたいカラオケで歌えんのか。スタイルしたいですよ。すごい。すごい。どうにか iTunes はちょっとなんかすごいのがいいんだよ、ちょっと。すごいのがいいんだよ。二日目じゃない、こいつだけ。企画で卵が余りました。余ったら焦がすよね。いきます。えい、撮影で卵が余りました。いきます。えい、いきます。うわいった。うわっ、失敗。掃除。
これはサウナ、あのプロラグビー選手。おお、プロラグビー選手がサウナのところで。PV 監督のおじさんがいるんですか。あ、そうです。あ、そうなんだ、すごいね。ゲットだ。あの、ちょっとあの、ちょっとデートしないかん、俺。ちょっとデートしないかん、俺。作らなかん、一回セブンイレブン行きたいっす。峯岸みなみ Z。 むしろ、それですらやりたくない。あの、峯岸さんの前でやりたい。あ、いじっちゃ絶対ダメな先生いじってる時のあれに似てる。本当に申し訳ない。今回はですね、パーフェクトヒップガードルってことで先行発売のこと。はい、今パーフェクトヒップガードルのポップアップで名古屋にいます。すごいですね。上がってる？上がってます。小島さんお尻すごいですね。あ、ヒップすごい？すごいです、上がってます。ヒップ上がってる？ヒップ上がってます。本当に？はい。です。間違えてないよ。親父観光です。小島様、こちらで合ってますよ。間違えてないよ。岡崎初めて。初めてなの。この虫眼鏡みたいな人いる。眼鏡かけてるだけ。虫眼鏡みたいな人がいる。いや、それ眼鏡かけてるだけ。え？それ眼鏡かけてるだけだから。私のこと可愛いって思ってる人と一緒にいる時の私。あ、そうこの世で春菜とちっちゃんだけなんですけど。今やばいじゃん。私のことを可愛いと思ってる人と一緒にいる時の私だよね。可愛い、それが。もうそれできるの春菜とちっちゃんだけ。今やばいじゃん。可愛いじゃん。春菜も可愛いよ。ありがとう。ケーキ食べよう。食べる。セブンイレブンって書いてあります。めっちゃうまい。マジでうまい。うまいよ。柴犬に見えてきた。かわいい。よかった。ちゃんと初期に入ってる。こっちだ。俺たちの青春なんて思考で宇宙みたいだけでよかったのに。だけだだけ福侍どっち行く次に引き帰ってきて。いいな。ゲーチューバーだー。オッケー。どうなんだろう。どうなったらマンホールになれる。どうなったら魔法になれるにゃんにゃん、お疲れ。お疲れ。今日撮影頑張ったね。頑張ったの疲れた。高峰に報告しなきゃ。しなきゃ。このドラゴンってどんなドラゴンだったっけ。にゃんにゃん、クリスマスに芝漬けを近くの畑に植えるの。殺されるかもしれない。マジでやらやばいかも。1日2万ペースできてるのか。2日目もそうね。今日の今から撮る動画の買い出しとか、うん、衣装代。てかなんか過密よね結構。ステロ憧れなんですよ。ステロ憧れという意味で。ちゃんとして。帰ってきて。いいな。ユーチューバーだー。
翔くんが結構ちょっと不満溜まってるというか。まず買い出しの運転、岡崎までの運転と、ありがとうございます。PV 撮影の間の荷物持ちして、ここ戻ってくるまでの運転。うん、脱退説の運転。だからもう半分ギャンブルだよね。最初を選んだ人の運命で動いてますから。あ、りょうがメインの動画が来るかもしれない。正直、あ、わかってる。え、うわ、サムネでわかる。夢丸 VS 娘金、ね、ガチンコラーメン作りたい。誰が司会かによるね。司会と、多分食事。この後の、そう。みんなの分作ってる。審査員もあるから。そうね。あ、じゃあ本当に俺ら出番ない。編集娘がね。ああ、ここでかい。ラーメン作って編集する。うわ。大喜利ばかして、まあ、今日も大喜利ですよ。まあ、今日も大喜利ですよ。3連続ですもん、飯系。2杯食ってますかね。2杯食ってますか。やりたいのかと。我々は大喜利企画を。俺らが知ってる土管親は。え、でも絶対そろそろあれが欲しかったよね、その検証とか。確かに。ハードなやつがね。ある今までトークアウト2連続で大食い。哲也さんは出てないです。YouTube は。で、控え室も出てないです。トークアウトの控え室も。うん。セントリア向かってるんですよ、これ。空飛んでるんですけど。おお、飛んだ。飛んでるわ。飛ばない。どこ行く？どこ行く？どこだ？次どこ行ってる？わからん。Thank you。飛んだだけや。明日以降どっか飛んでることがわかる？そう、だからそこに行く可能性もあるっていう。うん。これ怖いね、ちょっと。ちょっと恐ろしい。ラーメンが優先しよう。ラーメンが優先しよう。まずラーメンでしょ。メイン動画を一番優先しよう。この定期や、本日からハロウィン仕様。はい。っていう報告のストーリーだけです。はいはいはい。グッズ販売の引用リツイート。あ、トカワがグッズ出したってことですか。ちなみに夢丸も出してます。グッズを。じゃああれですか、ストロング憧れからもう一個出すしかないですか。ストロング憧れではなく、トカワ Z メンバーの何かで出すっていう。虫眼鏡。はい。個人チャンネル。はい。28分前。うわぁ、ラジオやば、忙しいなぁ。ラジオですね。はい。普通歌の墓場。あ、墓場の方か。うん。まぁ23分。むしろ PV もありますかね。そうです。リサイクル Z。リサイクル Z。明日というか、明後日がやばいね、これの編集。むしろ忙しくなるね。トカオンエア Z 公式 Twitter があるんで。トカオンエア Z 公式 Twitter があるんで。トカオンエア Z 公式 Twitter があるんで。あーい、てつやだ。どうしみつと夢丸だよ。私、コーヒー屋さんとケーキ屋さんを経営してるんですけど。そうですね。そうね。皆さんは、そのケーキ屋とかのケーキを高いとか思ったことは一度はありますよね。あります。食べ物を値段順に並べられるまで帰れません。食べ物を値段順に並べられるまで帰れません。これいわゆるあれだ、あ、南京ってやつ。野生順番で3人。はい。やだやだやだ。はい。食べ物並ぶんでしょ、今。臭いなぁ。3人ワンチームで、今からあなたたちの前に問題ごとの食べ物を10種類並べます。わお。それを野生順に並べてもらうわけなんですけど。難易度を下げるために、食べることによって選択肢を減らすことができます。じゃあ10品全部食っちゃう、その問題クリアってこと。あ、じゃあ40品食っちゃう、今日帰れるってこと。皮が破れていたり傷があったりしますが、味わいはそのまま。事故物件みたいなことでしょ。そう。高い梅干しは絶対でかい。でかい。だって2回目でかかったでしょ。ね、これはさすがにしょぼくれすぎ。うん、だから素材が下げた方がいいと思う。待って。哲也すごいわ。これ黒じゃん。うん。皆様のお墨付きだ。おお。ってことは安い。なんかやってた仕事。梅の職人。嘘つけ。梅職人。梅職人。嘘つけ。じゃあもう一回梅職人任せていいんじゃない。いいんだ。はっきり法に触れるやり方やってた。ダメだ。4、5、8、7、9、6で。正解。よっしゃ。やった。おい。うわうわ。はい。そうきたか、そうきたか。アイスかさ、なんか歩くね、ここのさ、氷菓みたいなさ。サクレ氷菓子っす。氷菓子だよね。多分それアイスっすよね。これアイスだよね。食おうか、マジで。マジで食おうか。ああ。マジで。大丈夫？レッツゴー。もう食べれ、もう手伝えんよ。アイスやくるめちゃくちゃうこれ。これハッピーワンだよ。おい、ほぼ焦げろじゃねえか、お前それ。二つ正解。おい、めっちゃい。残念。あ？ここ中、一個正解。え？
バカだろ俺ら。何が起こったもうバカか俺らは。バカか。何が起こったの。何が起こったんだ。大正解。よかった終わった。しまうような、うん、まあそういう音に出るのかって言われたら違うんです。この2曲がりしてるんですね。これがカンガルーのポケットと同じだなという、まあ、お話なんですけれども、早速このお便りから参りましょう。ラジオネームおこげおいしすぎるさん、26歳女さん、おいしいよね。ラジオネームレインボーコロッケさん、11歳の方からですね。寝てくれよ本当に。ございます。やっぱり虫ころラジオはじっくり聞くのも作業用 BGM としても最高だなと改めて思いました、うん、なんかそういう。僕は YouTube でおちんちんを見ています。珍しいね、そのおっぱいを見ていますとか、そういうの分かるやん。おちんちんなんや。もう毎日写真撮ってください。それでこのフォルダ作ってこうずらーって見ていて、この回もそういう言い合いみたいなことになったことないよねって言ってるような人を見ると、本当か。簡単に入れるのかって言われたら違うんです。この2曲がりしてるんですね。これはカンガルーのポケットと同じだなという、まあ、お話なんですけれども、みんなこう自主的にやってもらえてるんでね、いや嬉しいですね。朝まで徹夜して全員が編集してるっていう、まあそうでもしなきゃ追いつかないからね。うん。いや量、うん、徹夜で、徹夜だ、うまいこと言ってる。メンバーみたいに言うな。ヤムちゃんの寝方だ。あ、Z だからか。もう眠ちゃ。もう眠ちゃ。空飛んでるんですけど。おお、飛んだ。飛んでるわ。いや寝すぎ。ずっとやむちゃやん。ずっとやむちゃよ。3時ですもうすぐ。え？12時間ぐらい寝てます。すいません、申し訳ない。マジ11時ぐらいだと思った。ラーメンは1万以下で行っておきたいね。ここは安くね。今日土曜日なんで、今日過酷な動画が来る可能性が高いと。土日ファンもみんな休日なんで、ここで東海の本気を出してくるだろうと思うと、今日のラーメンはちょっと抜くのが1週間戦う上ではいいのではないかというリーダーからの意見です。お疲れもやっぱ溜まってると思うので、皆さんここはラーメンは抜いてもいいんじゃないかっていう。いやもうそれは好きなもんだから毎日食えるでしょ。ビーフシチュー、ザックンそば、全く同じスーパーです。全く同じよね。本当に全く同じ。もちろん僕も全く同じビーフシチューな。としみさん、あの五平餅が今回売り切れということで。やったーやったー。みんな好きやって。ただラーメンを作るっていうタスクが、明日からの勝負って大事じゃないっていうのが俺の意見。ここ二人作業編集ってなるぐらいだったら、どっちかはアクティブでいいにかけて。俺らの金曜枠としてやらないはどうですか。その企画趣旨の離れぬやったらやった方がいいんですけど、うん、同じことをやるじゃないですか、うん、やったことをやらないはどうですかっていう、うん、ラーメンでもできれば完成品買ってきてほしいです。完成品、台湾ラーメンみたいな、なんか やっぱリーダーたるものですよ。こうやって孤独と向き合わないといけないわけですよ。よいしょー。いやー、参った参った。俺は哲也なのか、三能高弘なのか、これ難しいとこですよね。もうみんな売れたいわけですよ。誰しもね、超えたいと思ったりすると思うんですよ。心の内では自分らも面白いぞっていうね、その欲がこう出てきてしまいますよね。みんなメンバーそれぞれ誰もが、もちろんリーダーとしてもね、あくまで三能物語っていうチャンネルとして面白くしたいって思いもあるし、夢丸なんか特にそう、全く感じれない。モノマネで再現するのか、一週間超えに行くのか。憧れるのをやめましょう。もうみんなが憧れるのをやめて自分を出してきた中で、それをまとめるのはリーダーの仕事なんですよ。別にコミュニケーション能力がないわけではないんですよ僕は。ただ平場のトークは本当に苦手なんですよ。食べ物を値段順に並べられるまで帰れません。ひな壇みたいな平場のトークは本当に僕苦手なんですよ。それを避けて今までここまでやってきた中で、メンバーそれぞれの良さとメンバーそれぞれの Z な部分がある中で、まあ、正直
本音言うとリーダーとしての難しさを痛感しています。やっぱ哲也さんはすごいな。でも今まで一人でやってきてるわけですから、まさかのね大食い大食いラーメン作りということで、まあ、リーダーとして身を引かなきゃいけないのかなって大人になったので僕も哲也さんにも言われましたが、大丈夫逆に人間にならないと生きていけないことに気づいてきてちゃんと大人になってるわけですね。大人になったのか大人になってしまったのか。哲也をしながらさんの高弘をやれたらいいんですけど、このグループがまとまらないから、うん、完全にあの哲也になります。第1回東海は Z 料理を決定戦、増えたり減ったりしててコミュニティみたいだよね。増えてんのかなと思ったら減っていったりさ、出ていって入っていって、けどこういうコミュニティが一番長く生き残るからさ。哲也さん歯磨けないですもんね。歯にニンニクばかり、ニンニクばかりが、ニンニクがガガ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 ギガガギガガガギガガレジギラスみたいな。歯のひな壇できてさ、ここにホトちゃんいたらどうなんだよ。これアメトークですか。これ宮迫帰ってきて求めてない誰も。ジローラーメンですごいよ。できるんだ。声聞こえました皆様。お汁です。タイマーみたいだね。化学調味料ちょっとね、最初はねちょっと油入れるんですよごめんなさい、ありがとうございました。僕買ってきたの金魚のご飯でした。ちょっと待ってくれ。二郎系ラーメン。よいしょ。なるほど。なんですけど。スルー。誰か止めてあげて。スルー。ダメだ、スルー。第一回は大ファンとかじゃないよ。二郎二杯いけないだろ。いや、どうも。アナルほじほじほじ。ペロ、セルフ検便、虫眼鏡セットだ。ということでね、僕はちょっと作業にね、今、別の作業に追われてるんですよ。まあ一応、スープなんで、こういう香味野菜とかを入れて、ちょっとね、臭み消ししておきましょう。虫眼鏡は、6人います。そして、虫眼鏡 Z も6人います。はい、ということで、購入虫眼鏡です。ごま油で炒めていくんですが、今回はちょっとね、もう一工夫。買い物虫眼鏡くんが、買い出しをしてきてくれたので、私、料理虫眼鏡が、料理をしていきます。やりたいことやりたい。春木海、I love you。アスカキル、I love you。じゃあのさ、10日目はですよ。ヒロックじゃないですか、もう完全に。ヒロックでーす。ヒロックとかいう動画ちゃうから。で、なに、え、もうやめようとしてんの YouTube。これダメなんだ。うん、本当にカットしましょう。編集しましょう。これ使っちゃダメだ。めっちゃむずいな。Z が終わってしまう。Z 終わっちゃうか。なんで SNS に何がしたの？楽しみたい。うん、どっちだ？憧れを超えたい。いや、今のままで僕は楽しいんですけど。いや、ただ確実にサンマさんがテンションが下がってるんで。どちらかというと、パクリじゃなくて、東海オンエア Z の味が出せればいいかなと思ってるんですけど。あれが味なんだ。んね、じゃあのさ、10日目はですよ。え、もうやめようとしてんの？ヒロックんとこも、うん。本当にカットしましょう。編集しましょう。それはカットがなんとかできるんじゃないですかね。東海オンエアっていうものが、やっぱりみんなを笑顔にするみたいな、うん、そういうグループなので、やっぱり、春木海、I love you。アスカキル、I love you。やっぱり、誰かね、が傷ついちゃうとか、まあ、そういう笑い、ね、これはちょっと僕がまずやらかしました。で、まぁ、あ、ちょっともう中身が正直グダグダしてしまったのもあって、うんうん、もう二人がただ暴れるだけになってしまった、うんうん。その企画とか、何かルールがある上で、やったり、そういうやつが一人だけとか。で、そのグループとして、じゃあどっちに行きたいのっていう。俺の意見は、うん、まずそれは良くない。そう、良くない。他の親を追っかけてるっていうのが、どん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 外れていっていってるじゃんっていう。うん、確かに仕掛けはなくなったの。そう。で、ここへ来て、じゃあ、ここでこのクオリティが出て、この意識が違くて、で。いや、今のままで僕は楽しいんですけど、楽しみたい。あなたがこの先、じゃあ、この方向性で行きたいって言うのであれば、もうそういうグループになっちゃうし、じゃあ、東海オンエアに対するリスペクトを持った企画をまずやるって風に持っていくかによって、視聴者から見たら、じゃあ、これをどこで放送してんのか、じゃあ、誰のチャンネルで放送してるものなのかとか、で、自分らの立場はどうなのかとか、で、自分たちは何として出てるのかとか、そういうのを一個一個意識して考えた上で、で、じゃあこれで行くっていう風だったら、それは問題が悪くないっていう。本音言うなら、それ見つかりたい、見つかりたいです。絶好のチャンスってのがあるんで。けどそっからまた広くとあれ、うん、そうなんですよ。そこなんですよ。そこが、ただもうか、
を出せないんですよ。出しても大丈夫、出しても伸びません。はい、伸びないんですよ。伸びないんですよ。現状ね。伸びないんですよ。今、喧嘩したいわけじゃないですもんね。うん、話し合いをしてるわけじゃん。そうっすね。だったら、まずディスるのは、あんま良くないかもしれない。ディスるとは何よ、ディスるとは。ディスるとは何よ、ディスると。スネ民族が伸びないっていうのは、またちょっと別かもしれない。じゃあ、伸びたいんじゃないの？伸びたいからここに来たんですよ。うん、だから伸びないが話別ではないじゃん。いや、別なんじゃないですか。何が伸びないから来たんじゃないの？100人だった時の三能さんは、おそらく、それは伸びないと思う。そうかな。ちょっと待って、そうかな。そうかな。一旦、気はします。どういうこと？何が三能さんが100人の時は、一旦、翔さんも OK ですか？どういうこと？どういうこと？一旦、なら三、うん、どういうこと？おそらく、うん、どういうこと？マジやからブレーキングだよ。僕らの立場で言えば、僕らの、どうしたい？何がしたい？お前らどうしたいの？今話してこぜます。何がしたいの？どうしたいの？何がしたいの？どうしたいの？翔さんも大丈夫。何がしたいの？何がしたいの？どうしたいの？今やるべきことやりましょう。今、とりあえず、このグループが、どこに行くかっていう話をされてしてるので、今、改善点がどこにあるのかっていうのを知りたいので、その話し合いを今してるんです。売れるために、みんなで売れるって頑張ろうって言ってて、この企画が始まってて、それを今脱線しかけてて、よくしたいと思ってるから、この話が始まってるんですよ。だから、ここ二人で喧嘩したらダメです。今脱線してるから、話し合うところが話し合えてないの。改善点をみんなで話し合おうって言ってるのに、ここ二人が喧嘩しちゃったら、ごめんね。うん。もう、続けられんくなるし。確かに違う。うん、前回俺とあんまり行かなかったけどさ、もう俺は結構行く気でさ、ゆみまるに、行くよねって言ったら、俺興味ない。今日も大食いですよ。3連続ですよ、もう飯系。2杯食ってますかね。2杯食ってますか。言い方、さすがにこれ苦手意識克服したいなっていうので、サッカーやるわけなんですけど。ゴールパフォーマンスでお題を伝えろ。ジェスチャーサッカー。ジェスチャーサッカー。あー、そっちか。なるほどね。まあ、ハードな何かというよりかは、うん、楽しい。あ、なんかいい。全員いる。まあそうですね。最初喧嘩した時、まあ喧嘩というかちょっと僕から、ふっかけてしまったような感じにはなっちゃってて、自分の言いたいことを言えない世の中じゃダメだなと思って、ちょっと自分で歯向かったというか、自分の意見を申して、それで何と言われようがもうどうなってもいいなと思って、ちょっとガツッと出てしまった部分はありましたね。死ぬほど自信あります。ポテンシャルはあるよね。見つかれば売れるもんね。見つかれば売れるんじゃない、やっぱ反省して、一つまたこの動画をきっかけに大人になれたんじゃないかなって僕はそう思います。やりたいのかと、我々は大食い企画を。あ、そろそろ過酷なのがこの1週間で来るんじゃないかなっていう予想は立ててみる。うわ、おい食ってんな。多いって。そう、俺らが思う東海オンのベストを出そうということで、うん、寝たら即帰宅の旅をします。よいしょ。寝たら即帰宅とか来てほしい。来てほしい。よう生き残らない。来てほしい。超えたいと思ったりすると思うんですよ、心の内では。それで何と言われようがもうどうなってもいいなと思って、ちょっと寄り添えるような、まあそういうメンバーになってね、動画をこう盛り上げていきたいなと思っております。寝たら即帰宅して、なんちゃらかんちゃらかんちゃらすごいいっぱいやる。そう、やるって。即帰宅して、即田植えして、即出家してみたいな。即靴舐めて、即土下座して、何々のこの後ろがめっちゃ長いっていう。6日から寝れない。同時並行でいくんで。だ、最終日誰もいないかもしれない。生きてます。はい、あいご。あいご。痛いな。ちょっとパンチじゃないですか。そうそうそう。はい。明日岡崎だって寝たら即来てくれたいもん。確かに早く。しかも別に半田がちょっと遠いんで。半田か春日井しかないんですよ。瀬戸民からしたら地獄も地獄です。今やるっての？今やる。今？うわ！それや！もう今日取っちゃって。なるほどね。試合時間も決まってるやん、サッカー。いやもう春日井だったらまあ、20分ぐらいでいい。そうっす。いいやつ、春日井と。こっから20分なんですよ。そうだね、はい。そうか。そんな大変じゃないのか、撮影の時間は。時間は。説がわかる。あ、編集を。
誰編集か。あー、そう、忘れました。忘れました。いや、忘れました。あー、忘れましたよ。ほんとだ。危ねえ、忘れた。今、私は、小島春菜さんを編集しながら、りょうさんが、昨日の動画編集して、さっきですね。そんとさっきあげたものを今、行こうということで、夜中スポッチャに向かって、サッカージェスチャーゲームします。あ、芝居だ。私も長友と、私もりょうです。アナルホジョホジョジョ、メロ、セルフケンペン、虫眼鏡だ。いやーでも楽しかったね。楽しかったわ。なんと楽しい。もうこんな楽しい撮影普段ない。ほんまにない。撮影って楽しくてええやん。そう、ミノワールド最新の動画何ですか今。ヤッター麺をひたすら食べて、うん、当たりだけで本当のライライ亭のラーメンを食べるっていう。もうめちゃ嫌な企画なんです。僕も最新ですね。あの大阪のグリコから24時間歩いて滋賀県まで行くっていう。やばいって。こんだけ楽しくていいんですね、YouTube って。正解！松本哲也。企画はもう確定だから。企画から6個増えるんですよ。東海の Z は企画してからアクションが6個増えるんで、メンバー1人1個ずつ出していくっていう。2時間トイレにする。10キロ走る。ホーム買ってる人探して写真撮る。海釣りする。おいおい。マツケンサンバに続くサンバを作曲。一人で遊園地でおはぎ10個完食です。ついてくれー。アベル動画も撮らなきゃだし、カジンチャンネルも撮らなきゃいけない。そうだよ。なんでこれ耐えてください。長いけど15分得なぽい。